我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は我がアイビスペイント用に作った新たなブラシ魔王鉛筆 IP の紹介そして説明をしていこうと思うのであるぞ。動画の最後にはダウンロードできる QR コードを紹介しようと思うので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。では今回紹介する魔王鉛筆を使う前に、これまで我がアイビスペイントの講座の中で使ってきたブラシを紹介しようと思うのである。まず最初に鉛筆ザラザラである。これは一番最初に出したアイビスペイントの講座の中で使っていたブラシであるな。実際に使ってみると非常にこのアナログタッチ味の強いブラシで、筆圧であまり強弱がつかず濃淡がつく程度になっている。アナログタッチは良いところだとも思うのだが、正直ちょっとザラザラしすぎて使いづらいなという点もある。次に使うのが鉛筆、これはグラファイトである。こちらも強弱はほぼつかず、筆圧で濃淡がつく程度になっている。これまで使ってきたブラシは濃淡がほぼ効かず、テクスチャー具合などもあまり我好みではなかった。我は主にクリップスタジオペイントというソフトをメインに使っており、そちらでは魔王鉛筆というカスタムをした鉛筆を長く使い続けてきた。できるだけそれに近いカスタムを施したのが今回紹介する魔王鉛筆 IP である。まずはどんなものなのかというのを見てもらおうと思うのである。この通り、これまで紹介した鉛筆ザラザラ、鉛筆グラファイトと比べても非常に強弱が強く出るブラシだというのがわかるであろうか。強弱といっても強く出るだけではなく、当然弱い方、筆圧が弱い時にはかなり繊細な細い線も出すことができる。そしてこの通りテクスチャーの効いたタッチで、鉛筆グラファイトなどと比べてもしっかりとアナログの風味が出ているのがわかるであろうか。近くで見るとかなり粗いようなブラシに見えるが、引いてみると粗い印象はほぼなくなり、優しい柔らかさと強弱のある筆のタッチだけを残すことができておるのがわかるであろうか。これが我が紹介する魔王鉛筆 IP である。では次にこの魔王鉛筆を使った実際のペン入れの方法などを紹介していこうと思うのであるぞ。では魔王鉛筆を使ったペン入れの仕方を紹介していこうと思うのであるぞ。今回は解像度 350、 A4 サイズのキャンバスを用意して、まずは大まかにラフを描いている状態で置いている。では早速やっていこう。画面下のレイヤー部分の状態から、今ラフを描いているレイヤーの透明度、15% 程度にしておこう。そして新規レイヤーを作成し、こちらのレイヤーにペン入れをしていくのである。魔王鉛筆を選ばれていることを確認して、ペンの太さをだいたい4ピクセルから5ピクセルの間程度にしておこう。力をあまり入れず優しくタッチを重ねるようにすれば、この通りタッチを生かした少し透明感のある線を引くことができるのであるぞ。これを塗り重ねながらまつげのラインを描いていこう。同じように瞳部分も外周を点描でなぞるように細く丁寧にペン入れをしていこう。このような下まつげのような細かいラインも強弱をきちんと入れて描くことができるので、アイビスペイントでこういうアナログタッチで筆圧をいい感じに入れられるものをなかなか見つけられなかったりすることができなかったので、今回魔王鉛筆という形で自作をしたのではあるけれども、非常に使い勝手がいいのができたなと。これまでもアイビスペイントは書きやすいソフトであったり、
お絵かきの入門であったりスマホ、タブレットなどで描く際にまずおすすめしたいなと思ったのだが、こういうブラシもあった方がより描きやすい方もおるのではないのかと思ったので、今回ちょっと紹介も兼ねて描かせていただいており、非常に本当描いてて楽しいブラシなので、ぜひこれを使ってアイビスペイントで描いてちょっと違いとかをみんなも確かめてもらえると嬉しいのであるぞ。こんな感じで瞳のペン入れをすることができた。髪の毛などは自分の描きやすい角度に画面を合わせてストロークをスッと入れると綺麗に引くことができるであるぞ。これはまたこういうのに関しては別の動画で紹介しているので、よければそちらも見てもらえると嬉しいのであるぞ。線画の聖書が完成したものである。こうやって全体を引いた状態で見るとほぼテクスチャーがないつるんと素直なペン入れに見えていると思うのであるが、拡大をしてみると柔らかなテクスチャーがブラシ全体に使われているのがわかるであろう。これがあるとないでは全体も硬い印象になってしまう。このテクスチャーがあることで柔らかく、しかし柔らかすぎない描線を実現できていると言っても過言ではないのである。また太くしっかりとした線、細く繊細な線、これを一つのブラシサイズだけで描くことができるというのもこの魔王鉛筆 IP の特徴であると言えよう。非常に滑らかで柔らかく、そして筆圧を繊細に扱うことができるので、ぜひ試してみてほしいのであるぞ。一応おまけ程度ではあるが、実際に着色もして完成したイラストをお見せしようと思うのであるぞ。こちらはある程度塗りが完了した状態のイラストである。こちらの一番上のレイヤーに新規レイヤーを追加して、そして魔王鉛筆 IP を選んでいる状態で瞳のハイライトを描き込んでいこう。魔王鉛筆 IP でハイライトを描き込むことでシャープすぎない柔らかい
ハイライトを書き込むことができる。中央を白色でくり抜く。これもシャープすぎず柔らかい印象にすることができるので、うるっとちょっと瞳にこうきらめきだったり潤みが加わった表現をすることができる。なのでこんな風に瞳の中にハイライトを散らしたりしても、ギラギラとした印象ではなく柔らかい印象にすることができるのであるぞ。同じように新規レイヤーのブレンドモードを上山にして、頬のチークをこの魔王鉛筆で柔らかくタッチを入れることで、若干テクスチャーの効いた線画とアナログ味のあるタッチが引いてみた時に優しい印象を与えてくれたりもする。このように線を引くだけではなく、塗りや仕上げの加工などにこの魔王鉛筆を使ってもまた違った印象の絵を描くことができるのであるぞ。仕上げの効果など魔王鉛筆で描き足したものがこちらになる。魔王鉛筆を使えばデジタルならではのシャープさとアナログならではの柔らかさの両方を持ち合わせた絵を簡単に描くことができるというのが分かったであろうか。ダウンロード方法は動画の概要欄に魔王鉛筆のブラシ用の画像をダウンロードできるようにしておるので、そちらをブラシの設定を開いている状態でブラシの右上にあるメニューマークからブラシ QR コード読み込みを選択してダウンロードした画像を読み込むことで、この通り以下のブラシを読み込みましたということで魔王鉛筆 IP と出てくれば使うことができるので、ぜひ魔王鉛筆を使って様々な創作活動を楽しく書いてもらえれば嬉しいのであるぞ。ではではなのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。